松坂城松坂城は日本の城。現在は松坂城とも表記される。所在地は三重県松阪市都の町。城跡は松坂城跡として国の史跡に指定されている。伊勢国松坂古城江津城の縄張りははしご隠式平山城である。松阪市の中心地の北部に位置する。坂内川が城北を流れ天然の堀となっている。 江戸時代初期には松坂藩の居城となっていたが、廃藩後は古参や紀州藩の南伊勢国内17万9000国を統括するために城代が置かれた。木内の建築物は1877年の失火と1881年までの破却によって失われ、現地には石垣の実が残っており、城址公園となっている。周囲には松坂市役所。 市民病院、当地出身の元織の長記念館などがある。松坂は、梶井元次郎の短編小説、城のある町にての舞台であるため、二の丸跡に文学碑が建てられている。この文学碑は1974年8月に建立された。三の丸跡地は明治以降に開発され、三重県立松坂工業高等学校、松坂市立戸の町中学校、 松坂市民病院などになっている。祭事として、毎年4月上旬に、のりなが祭り、11月3日に、宇治里祭りが開かれる。松坂城の築城前より、伊勢国寺、北畑家の武将、牛尾田長介が、四五百森城を当地に築城していた。さらに遡ると、縄文土器が出土していることから、縄文時代後期には、人々が居住していたものと見られる。 ただし上席から多く出土するのは、弥生時である。松坂城石垣建築士屋の内藤正は、素晴らしい石垣。安土城同様の形式だが、それを上回る強固なもので美観という点でも、優れている。ガモユジの美意識の高さを感じられると述べ、近世の先駆けとなる名城に挙げている。安土城の築城に加わった。 ガモウジサトだが、松坂城にもこの時の石垣作りが取り入れられている。石垣の積み方は、野面積みを主体に、積みの部分は、切り込み輪木、三木積みという工法が使われている。これらの工法は、あの州と呼ばれる、大見国の石膏集団が、安土城で、今までの日本にはなかった、新しい追記方法を発案した。ガモウジサトは、自分の出身地でもある。 あの州を中心に地元の農民を借り出し石垣を組み上げていった。石材の多くは近くの河原から集められた石が使われたが、天守台などには古墳に埋葬された石棺の蓋まで使用された。1988年から2003年の16年間、総事業費11億円、総面積4580平方メートルに及ぶ。 平成の松坂城石垣修復が実施された。部分的な石垣の修復はされていたが、全面的な修復は1700年以来と言われている。この修復で二の丸からは、ガムウジサトの時とは違う、野ミアとが発見されたり、三の丸の野面積みも奇襲犯になってからのものなど数、多い発見があった。松坂城は1982年に、市民より、 天守閣を再建してほしいとの要望もあったが、反対する意見も多く、天守閣問題は、取り留めとなった。AB、松坂と、松坂について松坂市の概要松坂市2015年2月14日、閲覧。ABC 松坂城松坂市観光協会。ABCDFG 松坂城 AB 平凡社1983。 P515 ワークス編1997 P47 鈴木定美梶井本次郎年譜ハット AB 第3章史跡松坂城跡の概要松坂市2020年2月2日閲覧ワークス編1997 P48 AB 松坂市編纂委員会編1978 P118 ありがとうございます